で次尻上坂、この尻上坂ということを入れたかったので水垢2つに分けたんですよね。最もポピュラーな水垢はこのカルシウム水垢なんですよ。私の感じでは水道水からできる水垢の6割7割ぐらいはこのカルシウム水垢なのかなというふうに思いますね。なのでシリカ水垢は割合的には少ないんですけれども、必ず水回りについてくれる水垢なんですよね。で、見た目は白くて硬い汚れなんですよ、どっちも。ただ爪でカリ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 やると、こっちのカルシウム水垢は取れていきますね。でもこのシリカ水垢に関しては本当に硬いので、爪でカリカリやった程度では落とすことができないですね。そういった非常に頑固な水垢、シリカ水垢に対してはやっぱり研磨するしかないのかなと。研磨以外の科学的に落とす方法もありますけれども、非常に危険度が高いので、一般の方にはお勧めできるようなやり方じゃないんですよね。で、このガチガチ汚れとザラザラ汚れ、この水垢についてなんですけども、見た目で判断できないので、じゃあどっちの洗剤を試したらいいのかと、酸性洗剤でいけばいいのか、研磨剤でこすればいいのかっていうのが、その汚れの見た目でわからないじゃないですか。その時はまず酸性洗剤を試してもらいたいというふうに思いますね。で、同じくこの焦げと油汚れ、この油汚れとか食べ物汚れの進化系がこの焦げですっていうことをお伝えしましたけれども、この焦げについてもまず油汚れの洗剤で油分をできる限り落としてから研磨をするという流れですよね。だからこの3番は最終手段みたいなイメージですね。焦げでも炭化がかなり進んでるように見えて、そこまで進んでいないと。油分とか食べ物の汁とかが5割ぐらいありましたと。で、完全に炭化しきっている焦げの部分が5割ぐらいありましたなんていう場合はですね、油汚れの洗剤で落としきれることがあるんですよね。油の部分が落ちると崩れるように焦げも一緒に落ちていくみたいな、その代表の洗剤がモテギカズヤシリーズですと、モテギカズヤ焦げ落としジェルみたいな洗剤ありますけれども、あれは油汚れに強く働きかけて一緒に焦げを落とすというやり方なんですよね。なのでうまくいけばアルカリ度の強いアルカリ洗剤だけでもそこまで炭化が進んでいない焦げを落とせる可能性もありますので、そういったところもあって、まずはアルカリ洗剤を試すと、水垢の場合は酸性洗剤を試すと、で落ちない場合は、水垢の場合に関してはカルシウム水垢じゃなくてシリカ水垢確定ですからね。そういった消去法にも近いですよね。そういった形がいいのかなというふうに思ってまとめました。で、次4番、生き物汚れ。この生き物汚れについては、私が古くから使っているワードです。どういったものがあるかと言いますと、カビですね。赤カビ、黒カビ、いろいろありますけれども、カビ、そしてぬめり汚れ。ぬめり汚れどんなところにつくのかと言いますと、水回りなんですが、例えばお風呂場ですとシャンプーボトルを置いている底の部分とかヌルヌルしてきますよね。あとしばらく掃除してないと小窓のあたりヌルヌルしてきたり、バスタブの縁とかもヌルヌルしてきますよね。あとバスチェアの裏側とか、カビが生えていなくてもヌルヌルしてくるじゃないですか。まあそういったところですよね。そしてピンク汚れ。ピンク汚れも水回りにとても出てきやすくて、これから暑くなってくると本当に出てきますよね。特にお風呂の床なんて、この端っこのところ出てきやすいですけれども、あとコーキングにも赤カビ出てきますよね。そういった汚れ、これ全部汚れの原因が生き物なんですよ。なので一番効く洗剤は漂白剤ということになります。漂白剤は大きく分けると酸素系と塩素系ありますけれども、もちろん効きがいい方と言いますと塩素系ですね。ただよく効くものが絶対にいい洗剤とは言えませんので、それだけですね、お肌に対してとか素材に対して刺激が強いということにもなりますので、汚れの状態に応じて酸素系でも落とせる場合は酸素系を使うというやり方も一つですけれども、それだったら私の場合はですよ、酸素系を使うよりも塩素系を薄めてささっと使った方がコスト的にも汚れ落ち的にもいいのかなと思っております。例えばこのお風呂の床をつけ置き洗いするときに、酸素系ですとオキシクリーンでオキシ漬けするというやり方ありますよね。一方で塩素系の場合はハイターを薄めてハイター漬けというやり方ありますけれども、圧倒的にハイター漬けの方が安く済むんですよね。
ね。それとやっぱり汚れ落ちに関しても排他漬けの方がいいのかなというふうに私は思います。何度か試してきましたけれども、特に黒カビとか生えている場合はですね、酸素系っていうのは漂白剤であってもあまり漂白力強くないんですよね。一方で塩素系は漂白力がものすごく強いので、衣類でもそうじゃないですか。色柄物の衣類に使える酸素系、白物衣類しか使えない塩素系ということで、塩素系を色柄物に使ってしまうとその色素まで取っちゃうわけですよね。同じように色素の濃い黒カビに対してもその黒い色をですね、まあ、根こそぎ漂白してくれるということで、やっぱり洗い上がりが綺麗になるんですよ。そういったところで生き物汚れに最も効果があるのが塩素系漂白剤ということになります。ただ塩素系の匂いが嫌だとか、小さな子供がいるので塩素系の洗浄剤漂白剤を使いたくないという方ももちろんおられると思いますので、そんな方は酸素系漂白剤を使うのがいいのかなというふうに思いますね。そして最後がレア汚れということで、このレア汚れというのもここ最近私が使っているんですけれども、どんな汚れがあるのかと言いますと、ゴム跡、ゴムの色移りですね。我が家でもよくつくんですけれども、このお風呂の壁にマグネットでこうくっつくシャンプーボトルとか、あと桶でも裏側にマグネットがついててこうペタッとくっつくタイプありますよね。壁にくっつけておくことで床に直接置かなくていいんで、ぬめり汚れがつかなくなるということで最近人気ですけれども、我が家でもいろいろ使ってるんですが、そういった便利グッズにもですね弱点がありまして、壁にマグネットの黒い色が移ってしまうと。あとお風呂のこの蓋、我が家はトートのサザンですけれども、この4箇所この裏側にゴムがついてるんですよね。そのゴムが白いプラスチックに色移りしてしまうというように、レアな汚れではありますけれども、いざそのような汚れがあると普通の洗剤で落とすことができませんので非常に困りますよね。で次が色移り、どんな汚れの種類かと言いますと、例えば赤とか黒とか合皮のソファを壁側にべったりくっつけていたとします。壁紙は真っ白だとしますよ。そうするとしばらく経ってから掃除の時にソファーを寄せてみたら、その壁紙にソファーの黒い色や赤色が映ってるなんていうことがあったりしますよね。そういった色移りですね。他にはジーンズが好きな方でダイニングチェアの天板が合皮でちょっと白っぽい色をしてますという場合もですね、何度も座ることを繰り返すとジーンズの色が映ってしまうとか、そのようなことって稀に発生するんですけれども、どうやって落としたらいいのかわからないし非常に頑固ですよね。そして次がペン跡。ペン跡も普通の鉛筆とかだったら消しゴムで消せばですね、壁でもテーブルでも何でも大体落ちるんですけれども、問題なのがクレヨンとかボールペンとか、あと一番最強に大変なのがマジックですよね、油性ペン、そのようなペン跡。そして次がシール跡。シールそのものが取れないっていうこともありますよね。紙シールなんか特にですけども、爪でカリカリやってようやくこう剥がせるのかなと思っても、上のラミネートだけ取れちゃって紙の部分がべっぴったりくっついてもうなかなか取れないと。うまくなんとか剥がせたとしてもベタベタのところが全く取れてくれなくて、皮脂汚れの色が移って黒くなってなんか変に目立つような状態になったり、シールじゃなくてもテープでもありますよね。テープのベタベタが残ってしまうとか、あとテープもセロハンテープとかガムテープもそうですけれども、しばらく時間が経ってしまうとなんか硬くなってなかなかうまく剥がれないっていうこともあるじゃないですか。そういった非常にレアだけれども出くわすと落とし方や落とす洗剤が全くわからないという汚れはですね、溶剤で落とすことができるんですよね。溶剤っていうとどんなものがあるかと言いますと、ベンジンとかシンナーとか、あとアルコールもそうなんですよね。アルコールの場合は弱いので度数が高くないとなかなか効かないんですけれども、度数がいくら 100% 近くてもアルコールはなかなか落としきることが難しいケースも多々あります。あと他にもですね、除光液とかそうですよね。ネイルの除光液には溶剤成分がいろいろ含まれてますんで、そのような溶剤を、まあ、まとめて有機溶剤と言ったりしますけれども、どちらかというと危険なイメージがあるもので、実際にちょっと危険なところがありますので、小さなお子さんがいる場合はですね、あまり使いたくないっていう方も多いと思います。ペン跡とかシール跡とかって言いますと、やはり小さなお子さんがいると出くわす汚れですよね。クレヨンとか油性ペンで落書きをしてしまったりとか、
あとはシールもやっぱりこう貼りたくなりますもんね、小さなお子さんは。となるとそういった怖い有機溶剤を使うよりも安心安全な溶剤を使いたいですよね。でそのような溶剤実はあるんですよ。それが D リモネンです。この D リモネンっていうのはどんなものかと言いますと、オレンジとかみかんとかそういった柑橘類の皮に含まれているオイルなんですよね。で一番よく使われているのがオレンジオイルだと思うんですけども、そのオレンジオイルに含まれているリモネンから作った溶剤っていうのがあるんですよ。実は私も作ってまして、それが橙の雫です。もちろんオレンジの皮からできたということで天然由来の溶剤ということで、このようなレアな汚れに効きますので、一つ持っていて損はない洗剤なのかなというふうに思います。はい、ということで今回は後出しじゃんけん汚れ落とし法をご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。なぜ後出しじゃんけん汚れ落とし法と名付けたのかと言いますと、今落としたい汚れがこの5つの汚れのグループのどれに入るのかが分かればもう勝てますよね。勝てますっていうのは汚れを落とすことができますよね。なぜならもう先ほどご説明しましたけれども、最もよく効く洗剤がこれらですからね、わかるわけですから。例えばトイレの尿石汚れ、これ落としたいっていうことであれば近所のホームセンターに行って酸性洗剤を買ってくればもう解決するわけですからね。わざわざ買いに行かなくても、とりあえずお家にあるものを使って落としてみたいっていう発想にもつながりますよね。例えばお酢がありますとか、あとしばらく使っていないけどクエン酸が残ってますっていう場合はクエン酸を使えば尿石を落としきることができるかもしれませんよね。そのような形で汚れ落としができるので、ぜひこの5つの汚れのグループとそれらに最も効果的なこの5つの洗剤をですね、覚えていただけたら嬉しいです。ということで今回はこれでおります。どうもありがとうございました。モテギカズヤの YouTube チャンネル、モテギ流掃除講座。掃除が苦手だって綺麗にできる。いつまでも